輝け GU2020 春夏マストバイ。さあ今年もこの時期がやってまいりました。 GU マストバイ2020春夏、今年もたくさんいいアイテムが GU から出ましたね。いやそうですね、今年は本当にいいアイテムがいっぱい出たので、どれがランクインするのか大変気になるところですね。はい、というわけで早速進んでいきましょう。 GU マストバイ、今回は3つ紹介いたしましょう。第3位、ドルルパーン、GU ルーズフィット T シャツ。 これいくらだ。 GU ルーズフィット T シャツ990円、おめでとうございます。第3位はこちらのルーズフィットが選ばれました。いやこれはね本当にいいアイテムなんですけど、ただちょっとと遅いんじゃないかな。これもだいぶ発売して経ってる気がしますけどね。そうなんですよ、いいところに気がつきました。このルーズフィット T シャツ990円なんですけど、すでに発売から結構時間が経っているのですね。で990円と安さながらですね、この風合い、シルクのようなツヤのある風合いと今風のオーバーショルダー、そして布地のポケットもですね、結構多めに布をつけていて、あえて垂れるような仕組みになってるんですね。ツヤのある風合いとこの程よいリラックス感、ただ単純にツヤのある T シャツを細身のシルエットで作ってしまうとですね、いささか決めすぎな、ちょっと嫌味な印象になることもあります。なのでこの GU では今風なリラックスフィットを使って、こういうツヤのあるスタイルでも嫌味にならない、自然にかっこよく見えるようにしているというのがこのスタイルの特徴、このアイテムの特徴ですね。ただ発売してからだいぶ時間が立っているというのはですね、これは第3位に選ばれた理由でもあるんですけれども、さまざまなですねインスタグラマーさんがすでにこちらの商品を取り上げておりまして、WXL の、在庫に関してはほとんど完売状態と、まだ XL、L サイズ、M サイズあたりはまだまだ在庫あるので大丈夫だとは思うんですけれども、MB ちょっと遅かろうと、これもうちょっと早く紹介しろよという声もあると思うので、第3位に選ばさせていただきました。なんでこんなに紹介が遅かったのかっていうと、動画ファイルが1回ぶっ壊れたんですね。1回撮ったものがぶっ壊れてしまったんで、この時期の発表になったんでちょっと遅くなったから、もうちょっと遅くなった感あるから3位でいいかっていう MB の複雑な心情を表してのランキングでした。なるほど、そういう大人の事情もあるんですね。でもこれ本当にいいアイテムですよね。私も白と黒とベージュを愛用してますけれども、これ着ていてですね、あ、それリックオーエンです、リックオーエンスですかって言われたことが一回あったんですけども、リックオーエンスと間違われる GU のアイテム、なかなかすごいと思いますね。これが980円ですから、ぜひおすすめ私からもしたいと思います。はい、 MBO さんありがとうございました。第3位はルーズフィット T シャツでした。では続いて第2位の発表に行きましょう。ソフトアーチスポーツサンダル1990円、デデデッテッテレーン。というわけで、ソフトアーチスポーツサンダルが、今回第2位として選ばさせていただきました。これはなかなか意外なチョイスなんですけれど、何がよろしいんでしょうかこのアイテム。はい、そうですね、だんだん司会とコメンテーターの関係性がよく分かんなくなってきましたけれども、こちらはですね、今まで出していたベルトサンダルよりも、この角度がね、インソールの角度が結構こう滑らかになっているんですね。足の形にフィットするように多分設計し直してるんだと思うんですけど、それに加えてですね、ベルトも GU のベルトサンダルってぶっちゃけすげえぶっちゃけ、 GU さんごめん、すげえぶっちゃけ今まで安っぽかったよちょっと安っぽいの多かったよ。悪くないのもあった、去年も1個俺好きなのあったけど、年々良くなっては来てるんだけど、初めの方結構やばかったよ、大丈夫かよこれっていうのあったよ。なんだけど、だいぶですね、だいぶ改良していまして、ただベルトをつける、安っぽいベルトをつけるだけじゃなくて、中にこうクッション材、ネオプレンみたいなクッション材をつけることで、ポンチかなのクッション材をつけることでですね、フィット感を強くしているっていうのがまず一つですね。加えてですね、こういうベルトの下にね、クッション材入れるとちょっとこうベルトに厚みが加わって高級感が出るんですね。本格的なアウトドアサンダルみたいに見えますので、非常におすすめというところですね。今までの安っぽい印象が払拭されたというのが大きいところではないでしょうか。
か。そしてですね、ベルトサンダル、アウトドアブランドのものを使ってしまうとどうしてもフォルムがねぼってりしてるんですよね。ところがこの GU のベルトサンダルはかなりフォルムが細くて綺麗なので、そういった意味でもおすすめができるかなというふうに思います。まあ割とねアウトドア系のベルトサンダルって履いてみると見た目はいいんだけど、履いてみるとなんかぼってりしちゃってちょっとカジュアルすぎるなっていう方も多い、思う方も多いと思うんですけれども、こちらはですね、まあドレスシューズとまでは言わないんですけど、かなり細身に作られているのでスタイリッシュに使えるのではないかなというふうに思っております。なるほど、長々とありがとうございます説明。そして次は栄えある第1位となりますが、そうですね、今までいろんなことがありました。 GU さんも、本当になんかポケモンでなんか炎上したりだとか、まあいろんなことがありましたけれども、今年は苦難の年ですかね。そんな中で、GU が生み出した、2020春夏マストバイ第1位は何でしょうか。ドルルルタン、はい、栄えある第1位は GU ドライミックティー1490円です。まあ今回 T シャツランキング多いわけなんですけれども、まあもちろんね今の時期を見越しての話なんですけれども、もちろんパンツもいいのあります、アウターもいいのあります。なのでまあ別に T シャツだけをランキングさせる意図はないんですけれども、まあただこれからの時期使えるものというところでやっぱり T シャツに偏ってしまってはいたんですけど、これ本当にいいアイテム、一応ねラインとしてはね、これ GU アクティブになるんじゃないかな。GU アクティブっていうラインを GU さん今年からかな始めましたけれども、まあスポーツウェアとしてのしても使える、スポーツウェアとしても使える GU というところで展開してますけど、確かにですね風合いは軽くてですね着心地もいいです。で何よりポイントはですね、さっきのこのルーズフィット T シャツと素材感は似てるんですよ。やっぱりツヤ感、まあ、こちらはちょっとツヤ感強いんだけど、ツヤ感があってですね綺麗な印象でビッグサイズでそれを崩してるっていうのがあるんですけど、さらにこちらはですね不白のポケットをつけていてですね、このポケットが結構大事で、ポケット部分がね結構高級感のあるシャツっぽい素材になってるんですよ。これのおかげで割とね高級感出てるんですよ。これ本当にこのシンプルなものもいいんだけど、実はこのワンポイントで立体的になってる部分に高い素材をちょっと入れてあげるっていうのはすげえ大事なところ。なんでかっていうと、結局つるっとシンプルじゃないですか。カットソーとかってメンズのカットソーって基本的に何もないじゃないですか。何もないから目立つ部分ないんですよ。その目立つ部分、唯一あるデザイン部分にちょっといい素材を使ってあげると雰囲気グッと上がるわけですね。その辺のテクニックを使ったこのビッグティーはかなりおすすめです。さっきおすすめしていたこちら、まあ値段的にはこっちが安いから、まあ多分こっちの方が売れるでしょう。なのでインスタグラマーさんとかも皆さんこっちを紹介してると思うんですけど、個人的にはですねこれを紹介したい。まあ今確かに値段はこっちよりも高いんだけど、ちょっとだけ高いんだけど、でも言うても1000円ちょっとですから、1000円ちょっとでこのデザインで、でしかも高級感があってデザインもあるから、シンプルにスラックスとかと合わせても全然かっこよく決まるんですよ。こっちはシンプルにスラックスと合わせてもかっこいいんだけど、ちょっとなんか物足りなかったりするじゃないですか、シンプルすぎるから。なので高級感を損なわないレベルでこういうデザインをつけてるっていうのが非常に評価できるポイントだと思うし、ここまで結構凝った作りをして1000円台で出せるっていうのも非常にいいポイントだと思います。これ何気に名作じゃないかなと思って私は全色買わせていただきました。おそらくこっちの方が売れてると思います、間違いなく。なんで GU さんもこれの色展開ってかなり豊富なんですけど、こっちはそんなに色展開少ないです。なので、完売する前にですね、多分これ在庫そんな積んでないと思うんで、今がおすすめ、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで GU2020 春夏マストバイ3選おすすめをご紹介させていただきました。どうでしたか感想は。そうですね、GU さんもなかなかねポケモンで結構いろいろ大変なこともありましたけれども、炎上騒ぎがありましたけれども、それをめげずにですねこうやっていろんないい商品を展開していってほしいですね。はい、もちろんこの動画はですね GU さんからもお金をいただいておりませんし、広告代理店からもお金をいただいておりません、もしお高値いただいているとしたら、こんな炎上騒ぎについて触れたら激怒すると思いますので、触れられないと思うんですけど、全く公平な目線で、紹介させていただきました。本当にですね個人的にはこのポケットティー非常に使って、実際に非常に使ってます。ただだから
あれなんですよ、実はあんまり裏見せたくないんですけど、ちょっとこう汚れが撮影の時に使ってたんでファンデーションの汚れがついてたりするんですけれども、まあ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 いいんですけど、まあそんな感じで結構リアルに使っていてですね、非常におすすめなところであります。まあカットソーがね、ほんと900円とか1000円とかで買えるようになったりするとマジでブランド終わりだなと思うんで、あんまり正直そこまで頑張らなくていいよって個人的には思うんですけど、ブランドさんが困っちゃうんで、まあできれば自由さん別に2000円とか3000円ぐらいでいいので、そんなに頑張らなくていいですよっていうふうにあるんですけど、まあ安くいいものが買えるっていうのは、まあ消費者的には、我々消費者的にはすごく嬉しいことなので、まあブランドさんが生きていけるかどうか個人的には心配だけど、業界の人間としては心配だけど、まあ物としてはいいのでぜひ手に取ってみてください。在庫結構ね最近通販売れてるみたいなんで少ないと思いますので、チェックしておくといいと思います。はい、そんな感じで今日はですね GU マストバイ2020、お届けいたしました。また次回の開催をお楽しみください。また会いましょう。 MD でした。